人間と仙人の決死の抵抗が実を結びつつあった。連合軍は各地でオーディン軍を撃退。オーディンの勢いは一旦停滞する。この状況を危ぶんだアレスとロキは自ら出陣、大軍勢を率い宗妃が守る連合軍の城へと攻め寄せた。劉備たちからの伝言を預かってきた。城は放棄し将の命を優先せよとのことだ。ふん、女神を伝令代わりに使うとは、連合軍も随分偉くなったものだな。いや、私が自ら引き受けたのだ。人間の兵よりも早く移動できるからな。すでに包囲はかなり狭まっている。父の力を奪ったアレスは危険だ。私も早く脱出することを進めるが。わかった、ならばそうしよう。一つやるべきことを果たしてからだがな。城が包囲されるのは時間の問題。脱出するなら今しかないが、どうするのだ。敵本体は未だ南にある。まずは北の砦により敵前衛を迎撃。敵がひるんだ隙に西より撤退を図る。復してやる。敵は大軍。砦を守る加工派と合流できなければ我らに勝ち目はない。あの砦にもすでに敵が押し寄せているようだ。急いだ方がよかろう。そう、あと少し持ちこたえてくれよ。敵将加工現状が討ち取った。よっしゃ、やったな。ダニー、今のところアレスが動く気配はない。だが奴は父上の力を手に入れている。戦いになれば相当の被害を覚悟せねばなるまい。加工派、よくぞ砦を死守した。状況はどうだ。いや、ここは攻め口が一つしかないんで、どうにか防ぎ止めてるってところです。攻めがたく守りやすい砦とは都合がいい。寄せての戦力を削り撤退の機を伺うとして。ならば私も力を貸そう。消してやる。俺が負けるなって。よう息子、よく粘ったじゃねえか。さすがは俺のせがりだぜ。いやいやいや、待たせすぎだって。もうダメかと思ったよ。それだ。どうだ、万有だったか。さすがですね。私も勇気が湧いてきます。そういや、今まで言いそびれてたけど、息子が世話になったみたいだな。ありがとうよ。いえ、私はただ加工派さんがさまよっていたところを偶然見つけただけです。むしろお礼を言うべきなのはこちらの方です。たくさん守っていただきましたから。命が惜しけりゃ獲物を置いてきな。キース、万有だったか。アレス、世を滑るなどと本気で言っているのか。そうだ、俺はオーディンと共に絶対神となる。父上のように人間と慣れ合う神など害でしかない。敵の攻勢が止んだよ。西への道が開けた。これより撤退を開始する。お前ならやってくれると思ってたぜ。なんて俺様が頼りにしてるんだからよ。俺は源の義経。いかなる敵も止めてみせる。はい。敵将、討ち取ってやった。助けてやるか。
行くぞ。我らの前に道は開かれた。今こそ攻め立ててやろう。じゃあまるで西へ逃げてくださいと言わんばかり。さすがに考えすぎだよ。良い働き。その勢いに乗るのも一興だな。絶対的な力で支配してこそ争いのない安定した世界が訪れるのだ。アレス殿の考えこそ主神にふさわしい。私とオーディンの目は間違っていなかったような。悪いが、ここでゆっくりしていってもらうよ。うまくいっていてる気はしてたんだ。これ以上頑張られると困るんでね。悪いけどちょっと本気を出すよ。我々を逃がす気はないらしい。アリス、お前はそこまでして何を。絶対神が決めた道をたどるなど、くだらん。誰がそんな天下を欲するものか。争いも嫌だけど、神に支配されるってのもな。自由が許されないってことだろ。確かに、人が作る世界は完全とは程遠い。だが、そんな愛しい世界を、今私は守りたいのだ。そうじゃ！西への逃走は完全に読まれていたが、このまま逃げ切れるのだろうか。第2第3の伏兵があると見るべきだ。進路を変え、南より撤退を図る。いずれにしろ油断はできん。見事なもんですな。まさに大活躍ってやつですぜ。一見敵の攻撃をしのいでいるように見えるけど、実際のところどうなんだろう。なんだか敵に誘い込まれていたような、そんな気がします。随分遅かった。芸能な怪物を従わせる私の身にもなってくる。ほら怪物ども、せめて命令通りに動くんだ。さっさと奴らを叩き潰せ。任せ。追っ手の到来は予想していたんだ。翔華に怪物どもの大将がよく似合っている。私の正直をバカにするのか。おとなしく私の踏み台になるがいい。私たちから逃げる術などない。彼らはなぜまだ抵抗するのだろう。愚かな人間どもに教えてやろう。絶対的な力の差をな。アレスが動いた。退路を塞ぐつもりか。ならば待て。またも神の力で弱き人間を守ろうという。いや、人間の強さならよく知っている。お前たちが来るまで退路を守るというだけだ。砕いてやる。言ってくれる。さっさと周囲の敵を片付け、アテナを援護する。尽くしてやる。よし、我々も急ぎ脱出路へ向かうぞ。さあ、滝に出してやろう。お上手ね。さすが、私が認めた方ですわ。幾度攻められ、叩きのめされようと諦めることを知らず、歯向かうのさ。やはり人間は愚かで弱い。絶対的な力で支配することこそ、
奴らのためなのか。アテナ殿、ご無事ですか。ああ、怪物どもは片付いたようだ。結局神様は俺たち、まんまと乗せられてたってことか。ここまではいい。だが、最後に奴らは思い知るのだ。人間は思っているほど弱くも愚かでもないとな。まさか初めからアレスと戦う気だったのか。最後に策を覆してやろうと。全く人間とは。私が終わらせてやろう。敵を駆逐しろ。何任せろ。逆らう相手を間違えたな。その浅はかさ、後悔させてやろう。弱き人間に肩入れするとは。所詮お前も父と同じということか。我々神が人間の上に立つ存在。人間は守り支配すべきもの。私もそう思っていた。だが本当にそうなのか。我らが絶対的に優れているなどなぜ言い切れる。素晴らしいですね。見てて惚れ惚れしますよ。お尻やらせろ。うせよ。アテナさん、なんだか雰囲気が柔らかくなりましたね。柔らかく。すまない、女神として節度を保てていなかったか。そういう意味ではありませんわ。今のあなたの方が私は好ましいと思います。なんとか逃げ切ったか。いやー、今度こそダメかと思いましたけど、アテナ殿のおかげですね。私は一人でオーディンやアレスと戦おうとしていた。だが人の力と知恵がなければ私は今ここにいない。女神としてふさわしくあらねば。そんな考えにとらわれて数々の非礼を働いたこと、あ、心からお詫びします。どうかこれからも力を貸してください。世界を救うために。皆さん、ご無事に戻っていらして何よりです。でも、アテナさん、ちょっと雰囲気が違うような。普段は女神としてあるべき姿を保つよう努力していますが、本来の私は威厳などとは程遠いのです。失望なさったかもしれませんね。ですがあなた方にはきちんと素顔で接さなければと思ったのです。失望なんてとんでもありません。今のアテナさん、話しやすくてとっても素敵だと思います。そうですか、よかった。それにしても総妃には驚かされました。わざと策に乗ったふりをしてアレスに接触するなんて。奴が何のために父を裏切りオーディンについたのか、考えの一端を知りたくてな。奴はゼウスへの不満につけ込まれ、オーディンに共に世を支配しないかと持ちかけられたようだが、奴の器そこまでのものとは思えぬ。後で手痛い目に遭わねばいいが。うまくいったろ。
真実を書く。